ザザザザ、ついにこの時が来たようだな。ズンズン、我々の力が試される時が来たようだな。大丈夫か。はい、我々の力が試される時が来たようだな。もういちゃう、いざ始めようじゃないか。251匹を各回よな。ちょっとまいちゃんです。ニコニコリンコときちゃんです。はいはい、というわけで、うん、今日は私がずっとやりたかった企画をやっていこうと思います。はい、なんかすごい大変そうだけど、まあ、ずっと言ってたし楽しそうだったからね、うん、ちょっと一緒にやりたいなと思います。251匹書いてみたです。イエーイ。5年くらいかかるかな。いや、今日1日で取り終えちゃいます。今日は本当にその書いてる時間もすごく長くなりそうなので、うん、まあ早速やっていきたいと思います。はい、でですよ、もえちゃん、251匹どうやって書いていきますかと。まずは、うん、151匹を、はい、完成させたいんですが、おお、これを前から書く人と後ろから書く人で分かれますと。ああ、なるほどね、うん、でちょっと後ろの人の方が多分伝説ポケモンとかがいて大変なんで、うんうん、この152から始まる251匹までのポケモンを今度は前後逆にして書くと。そしてお願いがあるのです。何でしょう。その通りだ。ありがとう。ありがとう。ちょうどね、衝突、うん、うんうん、どこで衝突するかも気になるね。多分ね、とっちゃんの方が書くスピード早いんだよ。まあでもどこで打つからがね、すごい非常に気になるところではありますね。そうだね、ちょっとお互い報告し合わないと、うん、すれ違ったまま。確かにね、すれ違ったままお互い151匹完成させちゃうかもしれないかもしれないから、うん、報告しながら。あ、ちなみに一ついいですか。うん、これ XY、あ、わあ、ちょっと今回はなしで。オッケーオッケーオッケー、行きましょう。よし、うん、はい、でですね、今日使っていく画材なんですけれども、はい、折り紙です。懐かしいな。ねえ、可愛いよね、色の色あって。で、まあこの折り紙をどう使うのかと言いますと、うん、チコリータを描きたいなってなった時に、うん、まあチコリータだとやっぱ黄緑とか緑のイメージがあるから、うん、この上に黒のペンでチコリータを描くような感じ。おお、描くポケモンのイメージに合った折り紙の色を選ぶんですね、うん、なるほど。で、まあ、今回描いていったものが溜まっていくと思うんですけれど、うんうん、この後ろのね、この壁にブワーッと貼っていきます。なんかカラフルな感じになってってね、うん、最後ポケモンでいっぱいになったらいいなっていう感じですね。はい、じゃあ早速始めていきますか。じゃあまずは黄緑を3つ準備して、不思議だれと不思議そうと不思議バナナ。もう不思議だれのポーズは決まってるんだよね。決まってるの。いつもね、このポーズにしちゃうの、可愛くて。あれは今回はね、そのいっぱい描くから、お顔とかだけでも全身描いてもどっちでも大丈夫。でもなんかね、うん、全部のポケモンをね描いたことがあるっていうか、151匹私前全部描いたんだけど、うん、なんかそうするとうろ覚え追いかけの時とかに意外と描けるのよ。あー、覚えてると。そうそう、その経験がね意外とどこかで役に立つのよ。お、生きてくるんですね。そう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 。だからね、多分萌ちゃんもね、うん、251までのポケモンね、大体多分色覚えでも描けるようになると思う。本当に、うん、よし、もいちゃん、そろそろお互いさ、枚数何枚か描けたところで、うん、ちょっと後ろの方に貼っていきますか。いいでしょう。イエーイ、やりますか。お、マスティ、マスキングテープ。よし、まあ、やっぱさ、最初図鑑番号1番から描いてるから、うん、もいちゃん左上から。おー、おー、よし、じゃあ私逆にこっちから貼っていこうかな。あ、ええやん。うん、不思議だねさ、うん、どんなもんかみたいな感じで書いたとこあるからさ、はいはい、肩に手がいいんだから。まあしょうがないよ、これから251書くんだし、ちょっとそうだよね。これ幼稚園の壁みたいですね、これ。その中で今んとこ一番のお気に入りはリザードかな。そう、リザードンもね、書くの楽しかったんだけど、うん、ちょっと納得いかないっすね。納得がいかないっすか。ちょっと書き直したいですね。やはりちょっと推しポケモンだからこそ、ちょっとそうなんだよ、やっぱね、そうなっちゃうもんなんですね。理想がね。どう、あー、すごい、ちょ
いじゃん、いいじゃん、いいですね。じゃあリザード目立つな、赤色って。確かに赤がめっちゃ目立つね、うん、いやこれがバーってなっていくわけですよ。楽しみ。よし、じゃあまた書いていきますか。はい、書きましょう。ちょっとさ、うん、集中するとさ、癖でさ、うん、正座しちゃうのよ。嘘、なんで？汗しびれちゃうよ。癖なのよ。しびれちゃうよ。私これ書きながら、一個ちょっと思ってたことがあって、うん、何？これ後ろからと前から書き始めてってさ、真ん中のポケモンが一番最後になるじゃん。確かに。そうするとさ、なんか最後こう、うん、君が最後がいいやみたいな。いや、いいじゃん。みんな可愛いんだけど、うん、みんな可愛いで、ああ君が最後がいいやみたいになるのがちょっと怖いなと思ってて、最後鳳凰とルギアにします。あー、あり、全然でしょ、うん、ちょっといいかなそれと思ってて、うん、萌えちゃーん、お腹が減ったよ。お腹減った、うまい、イエーイ、よっしゃー、よっしゃー、何食べようかな。ごちそうさまでした。何を食べましたか？ケンタッキーフライドチキンを食べました。美味しかった。まあでもね、これからいいものが届くんだ。え、何何？タピオカの星。タピオカの星だ、イエーイ。よーし、テンション上げていこう。この間ね、うん、たっくんともタピオカ飲んだんよ。あ、そうなの？そう、たっくんってタピオカ飲めんだ。どういう偏見？違う。おい、バカ、メガ進化しちゃったじゃん。だよ、もう。いやー、わかる。ちょっとね、あれってなるときあるよね。すいません、図鑑見ながら書いてると特にね。ね、なんか急に進化しちゃったわ。ときちゃん、イエーイ、タピオカの星が届きました。星だね、うまい。てんてんてでてん、てぃでー、萌えちゃん、アウト。なに、どうしました？無理だよ、下書きなしで書くなんて。もう今紙が一個無駄、資源の無駄だよ。あ、それはダメだ、地球に謝りたい。そんなに、そこまでしなくていいよって地球も言ってる。ほんと？ごめんね、地球。いいよ、ありがとう。やっぱダメだよなあ、切腹だ。じゃあちょっと私はそろそろ書いていたポケモンたちが溜まってきたので壁に貼っていきますよ。いや結構書いたな。書いたよね。え、でももうね、うん、その鉛筆をね使わなくなってきたから。そうだよね、すごいよね本当に、うん、すごい、あ、すごい。いやーすごいね。こういう映ってないけど、ほんと上の方から全部埋まってきてるもんね。あー、茶色ー。うわー、うわー、過去一楽しい。ほんとに何書いてる？ディグダ。ディグダ、書きやすさで言ったらナンバーワンだからね。もうディグダ一生書いてられるわ。先生書いた、見てください。ゴロニャ、ご通過するわ。じゃあひとまず1号地全部書き終わりますか。終わりましょう。できた、イエーイ。さあ、はい、貼るぞ。これは長い戦いでした。オッケー、オッケー、おー、オッケー。ちょっと見てよこれ、すごい。どうでしょう、すごい、不思議だね、がびっくりしすぎてひっくり返っちゃってるもん。はい、はい、というわけで今回の動画がすごいなと思ってくれた方は高評価、止めろ止めろ。終わってないっすよ。終わってないのよ。よし、夕飯食べよう。もうじゃあ、はい、本日2度目のウーバーイーツ。ちなみに今何時間やりました私たち？10時から始めて今、そうです、8時つまり10時間やってるんですよ。10時間。一旦休憩します。休憩します。はい、萌えちゃん、次はね、全国図鑑のナンバー152のチコリータから私は書き進めまして、はーい。で、萌えちゃんはテレビーからだよ。テレビーからです。やっていきますか。テレビー助けてよー。テレビーはね、助けられないの。なんで？ダメなの。 2days 開催、
帰れまてん。いや帰っちゃった。帰りましたね。ごめんなさい。終電がね。そうそうそう。なくて。やろう。やろう。ちょっと私今日まず貼る作業からやっていこうかな。あ、本当？同じ感じに貼ってかないとちょっとあれか。確かに。じゃあ貼ろう。貼りますか。お絵かきあるある言っていいですか。何？うわ、これめっちゃうまく描けたやんって思って次の日見るとそうでもない。あー、めっちゃある。それはめっちゃある。もういっちゃ。ここまで来ました。あー、長い戦いだったら。萌えちゃんと残り2匹。よし、どっち描きたい？ルギア描きたい。じゃあ、おー、いきますわ。ちょっといかんせん右方向の顔しか描けないです。あー、でも描きやすさとかあるよね。じゃあ、ギニ色の折り紙は萌えちゃんに託しました。ありがとうございます。あれよね、なんか金とか銀の折り紙って描けないんだっていう鉛筆で発見ですよ。なんか鉛筆の跡しかつかないね。どの一枚よりも緊張するわ。わあわあわあ、どうよ。うわあ、針作業に移りますか。もう最後の針作業だ。はい、ということでラスト2枚貼っていきますか。ここにね、わあ、ドドンとやっていきますよ。ドドヘドドヘはどの辺にしようか。この辺にしようか。あー、感謝してる。まえちゃん映ってないんだよ。映ったよ。すごい、どうですか。この辺もえちゃんゾーンよね。ここですよ、問題は。ちょっと赤色ね、反射してうまく見えないけどね。ここも反射しちゃってるな、ハッサムたちが。こんにちは、はい、もえちゃんが高速で描き上げた。そうです、ここもね、瞬時に描きました。はい、ここもね、ちょっと見えにくいけど。いますよ、と。ちゃんといます。では。ではいいですね。この辺りから251に入ってるかな。入ってますね。ちょっとね、私が描いてたところはね、結構イカチベの子たちが多かったんですが。スルビーも可愛いね。じゃあここがね、251のスタートですね。はい、はい、最後の列に行きましょう。おお、もうギリギリまでね、床のところまで貼ってあるからね。あのね、この辺りはね、ちょっと調整が入って。あ、そうね、ちょっと151匹がちょっと下に降りてきてますね。そうなのよ。さあ、そしてほう、ルギア、いいね。全部でこんな、あー早い、あー入らない、囲まれてます。素晴らしい。いやー、私お気に入りは全部ね、もうだいぶ思い入れは深いんですけど、うん、でもやっぱ251の最初の3匹のこの子たちは結構お気に入りですね。この子個人的にはでもチコリータが一番。あー、かわいい。ちょっとね、まつげそう、ちょっとかわいらしくしてみました。むちゃんのお気に入りはどれですか。私はね、途中までね、リザードだったんだけど、うん、どんどんお気に入りが代わりに変わっていって、で、うん、まずこのゴマ像とグライガーがね、描いたらめちゃくちゃ可愛いやんと思って。はい、それでは251お絵描き全部完成したということで。はい、まあ、率直に大変でした。いや、本当に大変だったね。大変だったけど、うん、なんか普段描かないポケモンとかって、うん、あんま触れる機会がないから、うん、こう魅力に気づきにくいんだけど、まさにグライガーがそれで、ね、描いたら、あ、めちゃくちゃ可愛いやんみたいなのが出会えたからすごい良かったなって思います。なんか私もね、個人的には、うん、151は自分一人で描いてて、うん、でも251は二人で描いてたから大変だったけど、描いてる時も結構楽しかった。わー、良かった。そう、それでは251お絵描き、すごいな、二人ともよく頑張ったなと思った方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。頑張った、素晴らしい。頑張った。